回の実践ホールは岐阜県可児市にある富士可児店。たまに行う岐阜実践、今回こそはいい結果を出したいな。さあ、朝です。岐阜は9時オープンなんですよね。ただ今回はあいにくの雨模様。こっちの店って割と昼から混むから、最初に2万枚目指しの北斗をちょっと打ってヤバそうやったら化け物語。もう逆サイドから攻められてる。北斗逆サイドから攻められてるから。珍しくまともな話をしたけど打つのは北斗。まあやっぱり朝一はね、どうしても北斗打っちゃうんですね。そしていきなり行きましたガルダステージ。そしてその頃化け物語が満席。こうなってくると北斗でちょっと形を作りたいところですが、手前でスイカを引いての天破の時、まあ広角じゃなかったとは思うんですけどね。さあこれでとりあえず天国かどうか、128までにキーンと来てほしいとこですが、いけこの辺ダメかな。さああと1回ジャスト128ダメ。ただ朝一ステージ変更があった台ということで、2頃までは打たなきゃね。まあとりあえずここでやめますけど、まあキープですね。さあそして2台目いきなりジャクチェで移動したのがここ。このまま当たってくれるのが一番いいパターンではありますが、どうもこのステージはねダメなんですよね。これにも見える、見えますよね、もう演出の流れがね。さあ残念ながらスカッと。さあ2頃まで回して大移動。ここから3台目いきなり打ち出しての、これ見ました。今実は初めて見ましたね。これさすがにこれはもう当たりということでいいですよね。さあどんな演出が出るのか。さあこの演出もね実は初めてなんですね。結構気持ちいいんですが、チャンスってのはちょっとね。さあそしてここで出てきましたプレミア。これはちょっと美味しい安倍氏での当たりですね。ここまで苦労したのに何やったんや。まあなんだかんだ3代目ですからねこれ。さあなんだかんだ言いながらここまで投資が14本、1000枚近くはここで出しておきたいところですが、微妙な感じですよね。左微妙やこれ。シローラーって感じですね。まあ個人的には青オーラよりは相性がいいです。さああとはこれを単発で終わらせないこと、そう思っていると怒涛ですね怒涛。さあここで中段チェリーが来て、なかなかいい立ち上がりじゃないですか。ここでスイカですね。スイカでも乗ってくれれば非常に嬉しいとこではありますが、このままあー惜しい。今のは流れ的に中段止まってほしいとこだよね。さあスイカからの勝負玉はありませんね。ということで勝負玉5個での真剣勝負。隣に人いるんだよ。さあちょっと
ちはつく。さすがにね、隣にいるとあまり派手なことはできませんからね。これね、今振り返ったでしょ、なんか感じたんですよね。今立てた瞬間に来たと思った。まあ思い込みですよ、思い込み。さあ何はともあれ調子よく継続しての来ましたね、激闘。更新レベルもしかして2はあるんですかね。さあしかし勝負玉が全くたまらずの真剣勝負、勢いで続きを放り込みましたが残念ながら負け。さあ落ち着いて、どうも感じてないですねと思いきや、あっさりと継続。どうやら今回はいつもと流れが違うみたいですよ。ただ勝負球がたまらないのはご愛嬌ですね。まあ最近 AT レベル1の KO なんて言われてますけど、まあ言ってるのは自分だけなんですけど、どうもね AT レベル1の時の真剣勝負異様に強いんですよね、私シャーク。ただ AT レベルが 3,4 になると非常に弱い。どうも AT レベルが1の時はこういう継続がよくあるんですね。まあ3とか4の時にそれができないからまだ北斗で満杯にいけないわけなんですけどね。さあここで休憩しようと思ったところにレインボーのカットイン。さあ異様にテンションが上がっておりますが、実は久々なんですね、百裂乱舞。もうちょっと何ヶ月ぶりかいね、これ百裂乱舞入んのマジで。実際問題ね、番組で打った時に引いてから1回も引いてないですね。まあ初っ端からノリなしっていうのは非常に辛いよね。ただやっぱり今回期待したいのは初の百裂乱舞継続、一度でいいから継続させたいんだよね。さあここで止まりました、中段チェリー。これはいくつ乗るんでしょうか。さあ数は3個って、普通とあんまり変わんない気がするんですが、さあそんなことよりもこの後ですよ、初の継続をください。来い。あー中段チェリーで3個乗せて8個ってちょっと辛いっすね。いつもよりさ朝早いからさ、まだ体が起きてないよな、多分。ということでこの時点で勝負玉が10個。ここからね順調に継続させられたら素晴らしいんですが、さあ早くも封印を解きました、黄金の右腕。今日の右腕は真ですか。ちょっと弱いかな。どうも流れが悪いと見ての続き、時を出す気でしたが出てきたのが真。そしてここも負ける。さあ立ち上がってスッと下ろしましたがサウザー、しかし揃いました、勝負玉リプレイ。30パーぐらいしか期待がないようなこの流れ。今
今の流れは弱いんですね。フェイントをかけたマックスベット、しかしダメ。まああのフェイントに意味があったかどうかは分かりません。さあさらっと打てばシューというこの流れ、サクッとやられましたね。なんでいつも俺って勝負球貯めてからこうなるんだろうねと思いきや、なぜかここで継続っていう、全然意味が分からない。今ので来るんだったら手前で来いって話だもんね。さあ今日はどうもよくわからない展開になってますね。さあしかしあっという間に勝負球が減って現在4個、この辺りでドカッと増やしておきたいとこですが、スイカから乗るんですか。ダメですね。まだありますか、インス。ダメですね。あれ、レーバーオンでいきなり入りましたよ。いやーどうもこのパターンで入るのも初めてなんですね。今回あったんですねこういうパターン。実は北斗の解析をだいぶ前ですけどちらっと見たんですよね。まあ見たのはゲーム数のあの振り分けなんですけど、実際問題あれ見てちょっと萎えて、そっから全く北斗の記事を読んでないんですね。なので細かいところは一切分かりませんが、普通にこのままスペシャルバトルに行くと考えてよろしいですかね。まあ何はともあれ素晴らしい展開が今僕に訪れてますよね。そしてこの岐阜9時オープンなんですよ。いつものスタートよりも早いんですね。つまりここからバン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 出だすと夢の2万枚到達も夢じゃないってことですね。ということで前回もそうですがスタートは最高です。あとはこの流れをいかに大事にできるか、早くも勝負どころです。